ホリです。ホリです。今日もやってまいりました、大阪ミノエスライザーにお邪魔しております。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。シャスオおお。はい、ということで、もうレギュラー出演が決定されております。小林大輔キャプテンと今日は一緒にさせていただきたいと思います。いろいろコメントいただいてますが、もっと大輔さんのお話聞きたいです。大輔さんの技術論聞きたいです。技術そんなないと思うんですけどね。今日はお得意のあれキャッチング、キャッチングね、はい、はい、行きましょうか。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですか、行きます。キャッチング、面白い。キャッチングな、どう、ふぅ、ナイスキャッチ。キャッチ久しぶりやわ。でもキャッチングする、おお、今落ちたね。チョックル、宇田川チョックル、宇田川チョックル。みんなビタ止めとか言うの、あんまり意識したことないねんけど。ああ、ただここに普通に来る球に、うん、ただミット置いとくだけみたいな。来る球にもうキャッチャーミット置いとくみたいな。あんまりでも意識してキャッチングしてない。ビシバシやったな今。あんまり俺音鳴らんねえ。今のビシバシや。しばし、どないし、なんか得意なこととか、ちょっとここは苦手やねんとかいうようなところ、あのコース、外がでも好きやな、これ、コース、外。あー、なるほどね。変化球の外とか、変化球の外とか、低めとかも、一番難しい、キャッチングで一番難しいのインコース低めやな。あー、こっちかな、こっち側はちょっと。インコースが難しい。こうなってしまう。何があかんの？こういう使い方、こういうか基本は、うん、キャッチャー、うん。インコースやったらこうなる、ならなあかんねんけど。おお。でもそれが取りにくいからこっち側にこう、こういうふうになるんだよな。はいはいはい。だから結局言うたらこっち流れてしまう可能性がある。こっちで止めなあかんねんけど。止まるかどうか。そう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 。はい。そう。あとないんかな。体絶対浮かさないかな、変化球でも。浮かさない。変化球が来ました。ピュッてこう、ああ、立つ人をね、浮いてしまうんだ。そうそうそう。だ軌道に。うん。一回上がってまいる。そう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 。バッティングとかもそう。そうやな。一回浮いたらもう絶対あかんから。はいはいはい。取るのはここやから。うん。そこまで待つ。うん。待ってから。怖いって。あ、一回横で取って、横で取って。ごめん、パスが今の。あっ！ほら、取れてるやん。それとどこで置いとってみ。流すんやん、ポッと置いとってみ。はい！ほら、その流さんとそのままポンと置いとってみ。流さんと置いとってみ。ちょっとそのまま。はい！2秒ぐらい置いて。あ、そう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 。いや、あげんでええねんで、あげんで。え？あげんで。キャッチャーっていつぶり？小学校。おお。あ、
怖っ。全員みんなそれで止まってるやん、お前。いや、止まってる度合いがちゃうんやろ。全然わかんない。握ってるやん。握ってますね。勝手にボールが入ったら勝手に閉まるから。ちょっと怖いから握ってしまうの。怖い。あ、そうそう。ナイスクージー。ナイスクージー。ージあ、握ってるな。握ってる。ポンってこう勝手にボールの力でミットが閉じるから。あかんな。うわ、そこそこそ低めと低めとか。ちょっと上げよう、ちょっと上げよう。はあ難しい。おい、気持ちいい。ビシバシ。あー、それそれ下がった下がった。いいよ。今の下がっとく。今のは最高に上げる。難しい。おお、一回交代しましょう。いいえ。うわ、全然違う。稲が何が違う？自分ではあんま分からへん。全然違います。え、何が違う？やっぱり落ちないですもんね、ミットが全然。ミットが落ちない。下から、だからいや、ゴロ取るとき下から行くのと一緒ちゃう？入った瞬間、落ちるんですよ、みんな。なんか、勢いと、ボールのさ、この勢いと、はいはい、ミット重たいな。重っ。こうしてる感じなんですよ。重たい。ああ。ナイス。おー。あの、あれやってくださいよ。ホーリーがやってたこのフレーミング。今のフレーミングのあれ、これ膝とあれで使うでこう。こういうことやろ。こうやろ。審判から見とってどう見えるかよ。取り方も結構あんねんけどな。これな、外行くで。うん。コートンのと、うん、ここな、うん、このボールと、うん、ここでここ今まで完全にあれやな、ストライクでやるな。そうや、外れとってもここだ。ここで取るのと、はい、今の進路取ったや、うん、ここで取る。ここのボールと、うん、ここのボール。で、ここで芯で取ろうとしたらここや。ここ、こいつな。うん。これ、ストライクや。でも、こいつを芯で取ろうとしたらここや。はい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 。でも、ここのボールに対して、芯をここに持ってきて、ここ、うん、こう取ることもできるよ、ここで。うんうんうん。ほんなら、こう見たときにどうかな。違う違う。グローブをこういく、こういくのか、うん、ここでここで取るのか、うん、こういって、こういってるやつは後ろから見てたら、後ろから見たときにこいつがもう見えてくるね。見えるわな。見える。でも片っぽのやつは見えてない。ここで取る、ここで取るだし、死んで取ろうと思ったらここになるね、うん、はい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 、はい、ボールのラインや。ああ、でもちょっと引っ掛けようとしたら、ここで取ったら取れる範囲やん。はい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 、はい、網のところでな。そう、ああ、あんまりありえへんねんけど、うん、ここのボールをここで受けます。芯のところね。芯ね、もうここで受けよう。今度はここになる、うん、あ、はい、ここ、はい、でもここのボールをここでも取れる。うんうん。ほんなら、こっちから見とったら、ベースに近くなってるっていう、こう、感覚あるんちゃうかな、審判は。ここで取るのと、ここで取るの。後ろから見てたら、明らかに、キャッチャーミットの、この網の部分が、死んでいってるやつは、体から見えてる。けど、先っぽで取ってるやつで、入れようとしてるやつやろ、うん、そうそう、のやつは
大輔の体からミットが見えへん。ああ、なるほど。あ、だから明らかにそうやって撮ってる方がこのラインよりか内に入ったように。そうそう、見える見える錯覚錯覚。そう、あ、見える見える。それちゃうかな。だから結構パンパン鳴らすのはもうブルペンとか気持ちを投げれるウォーミングアップとか、うん、あんなはこう全部死んで取らなあかんけど、うんうん、俺の意見やね、はい、試合実践の動画、うん、試合中もやっぱええ音鳴らさなあかんのは分かんないけど、ええ音鳴らすのはこのストライクの範囲だけって俺は思ってる。はい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 、はい、厳しいとこになるんやったら音よりストライクを優先したいっていうのだから、うんうん、そっちの方がねピッチャー助かるよね。そう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 、うん、俺はそういうイメージでやっとったな、はいはいはい、うん、だから、うん、グローブ一つにこう構えて、うん、ここのボールでもここで取れんねん、うんうん、網でドローボールでこうやめ、うんうんうん、でもそれをこう取ってしまうと、うん、ボールって言われがちやねん。ああはい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 、そうだから、そのギリギリのコースであるとか、そう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 、まあ、例えばこれがこっち側に行ってるやつとかって、そうそうそう、まあ言えば取ってあげる方がピッチャーにとってはプラスやん。プラスプラス。だから音よりかはストライクを取るっていうことを優先するってことだよね。もうここだとボールやん、うん、ボールやけど、その取り方ちょっとの一つによってボールはボールやけど、うん、ちょっとここで引っ掛けるだけでストライクって言われるんちゃうかなってイメージが、はい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 、でだからキャッチャーで言うたらもうほんまにストライク、ボール、あ、1個外れてるとか分かるから、うん、1個外れてるとこに対してはもう先っちょで取るみたいな、うん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 、でグローブはもうストライクゾーンにバッチリ入ってるイメージでやっとったかな。あ、だからストライク欲しいよ。欲しいよね。そう、あ、だから音重視はもうほんまこの辺のストライクはバチン取ったるけど、はい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 、でもこのボールでもまあここで取れるは取れるやん、うん、でも一番大事なのはこの出し入れしてるところ、高低、うん、高さもそうだけど、高さも上げるとか、うん、高みやったらちょっとここで取るのをちょっとここで取るとか、うん、あんまりこんなところで取ったらあかんけど、ここで取るのとここで取るのと高めの方が、そしたらあれ、そうそう、その元々取ってるよりか自分には近づけて取ってるってこと。高めのボールは、ああ、だから変化球なんかよく言いそうや、カーブが来ました、カーブここで取るのと、うん、カーブここで取るのと、これぐらいの差でちょっとちゃうよ。あ、違うね。審判が最後まで追いかけれる感覚かな。はいはいはい、はい、はい。ほんでだから、大げさにはせえへんけど、ほんまにちょっとだけ、ここで取るのとここで取るの。全然違うな。前後もあるし、うん、で左右もここで取るのと引っ掛けるの。うん。低めのところに対しては、上げていくの。こういくの。いや、上げる。低めは親指で取るようなイメージかな。親指でここ、親指ここ、ここでポンってポンってこうしてしまうと、うん、こういう人おるやん、うん、おるよな。これは俺は違うかな。どうですか、こう引いてしまうやん、こうどっちも、うん、下げてまうやん、うん、低めに関しては上げなあかん、こうやな、前に、うん、低いねんから低めのボールは、うん、こういうイメージ、ちょっと前で取らなあかんから上げてしまう、うん、でもこう行こうと思ったらこうでけんやん、うん、こう来てるボールなし、こう下げてんねん、うんうんうん、こうそう、でもこれはな、こう行くってことは下から上げてる、はい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 、だから低めは上げて取って、うん、高めは下げて取って、ああ低めは上げて取って高めは下げて取る名言出ましたね。名言そこまで、でもこっからこの球をここで取れとかじゃなくて、ここをここに取る、ここをここにする、うん、でここで取れるボールはここで取る、うん、ストライクゾーンに近づけていく。西本さんどうですか。なるほど。何を聞くんですか。なるほどね。それだけでもストライクが欲しい。ボール球をどうやってもう1球でも、もう10球あったら1球でも、もう、うん、それってさ、どのぐらいの時期ぐらいから大輔はそういうことを考え始めたの。